疲れ様でした。まずはじめに、今回のキャンプに参加していただいた避難士、また避難協力会の皆様、そしてアルバイトの皆様、本当にありがとうございました。そして選手、監督、スタッフ、球団関係者の皆様、1年間お疲れ様でした。今シーズンは2位という成績では終わりましたが、目標にしていた優勝、日本一を取ることができませんでした。来シーズンに向けて、この若手主体で来た、秋季キャンプメンバーの中から、一人でも多くの一軍選手が出るよう、全員で切磋琢磨して、チーム力の底上げをして、来季、リーグ優勝、そして日本一を目指して、全員で家族一丸で頑張っていきましょう。最後、一本締めで終わりだと思います。来シーズンの優勝に向けて、よーい。Oh!